ホルストエル・シュテルマーは、ドイツ出身のアメリカ合衆国の実験物理学者。コロンビア大学物理学科教授。1998年、分数量子ホール効果の発見によって、ダニエル・ツイ、ロバート・ビーラ・ラフリンラと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。店舗経営者の父と、学校教師の母の元フランクフルト・アム・マインに生まれる。1967年に、 アビトゥーア資格所得後、当初はダルムシュタット工科大学で建築を学ぶ意向であったが、ほどなくフランクフルト大学に進路を変更した。しかし物理学専攻の入学手続き期間を過ぎてしまったため、まず数学専攻として入学し、1968年に物理学専攻に転じた。1974年に修士号を所得し、 フランスグルノーブルの強磁場研究所で研究を積む。1977年に、シュトットガルト大学で博士号を取得後、博士研究員としてアメリカニュージャージー州ノベル研究所に赴任。1978年に、世紀の研究員となった。1997年に、コロンビア大学に移った後、1998年1月に、応用物理学の教授に就任。 ありがとうございます。